お疲れ様です、折り紙です。サミーのホームページを見てたら、開発者がいろんな質問に答えてて、その中にリーチ迷惑の後、全長ゲーム数によってビッグとレギュラーの比率が変わるよっていう情報があったんですよね。かなり興味深かったので、実践に合わせて考察。これから初打ちの人は必見。ではやっていきましょう。まずは全長ゼロゲーム目、ルーレットゾロイの2ショート。多分相当熱い状態で、実際に子役が外れてボーナス確定。右上がりに7リプボトルが揃ってます。で、右下にも赤7リプボトルで1枚の払い出し、おそらくこれがリーチ目1枚役。そして全長1ゲーム目、リーチ目役後の全長ゲーム数でビッグレギュラーの比率が異なります。1ゲーム目で確定すればビッグ比アップ。下の情報はリンク貼っときます。そして全長2ゲーム目で確定が最も多いとのこと。これを超えればビッグ濃厚でしたが、残念2ゲーム目で確定しちゃいました。あとは確定画面でビッグかレギュラーかの確認で、ビッグでしたというところです。というわけで、リーチ迷惑出現後は全長が何ゲームかでビッグレギュラーの比率が異なるんで、毎ゲーム結構ドキドキして打てそうです。でも考察が間違えてたらごめんなさい。あと、リーチ迷惑と違って子役重複では全長ゲームでの BR 差はないということです。ではまた、面白い情報があったら動画にまとめます。さようなら。